ちは、ウィッシュ早稲田インターナショナルスチューデントハウスです。早稲田大学は伝統的に多様性を重視し、学生寮での新生活を提案してきました。国際学生寮の名前の通り、日本人と留学生の872名が共同生活できる環境が整っています。個室を確保しつつ、共有スペースを活用して世界中から早稲田に集った精鋭たちと暮らす、一人暮らしとは違う世界の広がりを感じながらの学生生活をおすすめします。それではウィッシュ寮内の設備を紹介していきます。紹介してくれるのは寮生たちのリーダー役、RAの上級生です。こんにちは、RAの宮田大成です。これから一緒に寮を案内します。今日はよろしく。じゃあこれから寮を案内するね。よろしくお願いします。まずここがレジデンスセンターっていう場所です。はい、ここは寮生の生活を管理してくれるところなので、はい、通るときは挨拶をして通るようにしてください。よろしくお願いします。じゃあ次にラウンジの紹介します。ラウンジにはいろいろあって、そう、すごい、なんかあ、ラグビーの雑誌そう、まあ、所持用もあるし、そう、すごいいろんな種類の雑誌があるから、いいみたい。寮生はいつでも雑誌を見ることができます。いいですね。じゃあこれから大浴場案内するね。します。ここが大浴場になります。そう、綺麗ですね。そう、すごい綺麗で、ここに入ると日本人も留学生も一気に仲良くなれる。ああ、結構友達が増える場所。そう、一気に友達が増える。もう裸の付き合いって言葉があるように、お風呂に入るとすごく仲良くなれる。ここが音楽室になります。音楽室は事前に予約しないと使えないから、使いたい時は事前に予約して使うようにしてね。はい、わかりました。はい、じゃあここがフィットネスルームになります。ちょっとだけですか。ここがエレベーターホールになるんだけど、はい、ここ鍵をタッチしないと入れないのね。あ、そう、ここにこうタッチしたら、はい、ピッて音が鳴って入れるんだけど、はい、そう、もし鍵忘れてタッチできないと、そう、鍵はちゃんと持ってくるようにして。はい、わかりました。じゃあどうぞ。あ、ありがとうございます。ここがエレベーターなんだけど、はいはい、そう、このエレベーターは男子フロアしか行けないの、はい、だから7階までしか行けなくなって、はい、じゃあ両方の部屋まで案内します。お願いします。ここのリビングとかめっちゃ綺麗だよ。ぬいぐるみありますね。そうそうここが個室になります。で、個室はここに冷蔵庫もあって、はい、ベッドもあって、はい、机もあって、はい、本棚もあって、引き出しもあって、でもキャリーケース一つで生活が始められる。いい、ね、そう、ちょっとつけてみたりして。ここがいいですか？あ、いいよ、全然。お、そう、景色もすごい綺麗な景色が見えるじゃん。あ、本当だ、ね、いいですね。そう、なんか高いからすごい見晴らしが、そう、晴れ、なんか7階とかだと晴れたら富士山、はい、富士山が見えてる。ああ、そうなんですね。そう、めっちゃ綺麗で、窓開けてみてもらっていい？はい。そう、実は窓がちょっとしか開かないんだけど、ここの部屋の上に通気口があって、外には清流フィンっていうフィンがついてるの、はい、この2つがあるから窓がちょっとしか開かなくても、うん、いつでも部屋が換気できる状態になってる、うん、そう、だからいつでも綺麗な空気に生活できない、うん、いいですね。そう、建物を外側から見てみましょう。清流フィンを設置して自然換気を実現しています。他にも免震システムや屋上緑化、太陽光発電設備、自然採光システムも充実しています。環境性能の高いエコな建築なんですね。宮田先輩、今日は案内ありがとうございました。こんにちは、ウィッシュ10階 RA の水谷麻里です。今日は私と、はい、ウィッシュ10階 RA のメイコがウィッシュを皆さんに紹介したいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあそれではまず10階のキッチンを紹介したいと思います。
そうですね、ウィッシュではキッチンは一番こう寮生が集まる場所で交流の場所になってます。今はあんまり人がいないんですけど、そうですね、普段は夜とかになると留学生とか、まあ、もちろん日本人学生とかいろいろもここで立ってみんなで料理して交流を図っています。マイラ、マイラです。寮生活は楽しいです。続きましてはランドリーを紹介したいと思います。ランドリーね。ランドリーですよ。これがランドリールームです。お、上の段はこれ乾燥機になってて、下が、まあ、洗濯機になってるんですけど、1回100円でできます。なので、まあ、みんな結構1週間に1回とか洗濯してる感じですね。へー、はい、それではそれでは続きましてシャワーを紹介したいと思います。シャワー、シャワーですよ。シャワーはよいしょ、こんな感じになってます。うん、そう、それぞれなんかシャワーが1個ずつあって、1つじゃないな、なんか1つのドアに1個入ってて、うん、そのドアが4つ、ブロックにあります。ここは24時間使えるんですか？そうですね、シャワーは基本的に24時間使います。じゃあここは Little Free Library っていうところなんですけど、超いい、寮生とかがこう読まなくなった本とか、あと大量しちゃった寮生、もう2年生になって大量しちゃった寮、あ、3年生、3年生になって大量しちゃった寮生が残していく本とかがいろいろ置いてあります。結構面白いのが多くて、そうですね。でね、ここのラウンジでこう、あ、いいですね、借りて読んだりとか。はい、こんにちは。こんにちは。寮生です。みんなここは自由に本を読んだり友達と喋ったりして過ごしてるんですね。うん、おや？ん？なんか女性が集まって話して、おー、めちゃめちゃ集まってね。結構日常派茶飯事なんですけど、ちょっとこうやってリビングのところに女性が集まっていることがあるので、ちょっと直撃したいと思います。確かにこれは直撃しがいが。お邪魔しまーす。見て見て見て、なんかすごい、すごいね。誰が誕生日だったんでしょうか、昨日。誕生日があるわ。誕生日があるわ。おめでとう。みんな何やってたの、ここで。ダメってました。ダメってた。ダメってた。え、みんな、どう、フィッシュは。フィッシュの生活、楽しい？楽しいです。楽しいです。で、ちなみに、あ、ごめんね。ちなみに説明しますと。はい。あの、ここはユニットが4つあって、はい、まあ、できるだけ1つのユニットに1人の留学生がいるようになっています。なるほど、4人で1つなんですね。そうそうそう。で、ちなみに、はい、できるだけ1年生と2年生が半々ぐらいになるようになっています。あー、なるほど。それではそれでは最後に RA 紹介をしたいと思います。メイコー、こんにちは。RA って何してるんですか？ RA は普段の寮生の生活のサポートだったり、うん、あとは寮運営を大学と一緒にやっていくっていうのをサポートしてたりする役割をやってます。なるほど、なるほど、はい、RA ってどこに住んでるんですか？ RA はこの何階フロアの一番端っこに1人ずつブルー、イエロー、ほうほうほう、グリーンのブロックに分かれて1人ずつ配置されてるので。なるほど、なるほど。生活窓口の皆さん、こんにちは。こんにちは。生活窓口では寮生の日々のサポート業務をしていただいております。平日は月曜日から金曜日の7時から9時まで、土曜日は7時から9時まで、日曜日は9時から5時まで開いています。では生活窓口の皆さん、行ってきます。ウィッシュでは不慣れな大学生活を始める寮生に今後4年間の指針を示し、大学生と社会を結びつけるための特別なプログラムを行っています。ここからはその SI プログラムの内容について紹介します。卒業後に社会に出ていくには、簡単には結果が出ない困難な環境でも根気よく前進し続ける力がなければなりません。 SI プログラムでは大学の成果で得た知識、能力を最大限に活用するための
グループワークを中心とした訓練が行われます。セルフモチベーション。このプログラムではグループワークによって主体性、合意形成力、コミュニケーション力、モチベーション力などまさに社会人基礎力とも言うべき力を養うことを目的にしています。相手を理解し、相手から理解され、そして信頼される。コミュニケーションの第一歩は自らを客観的に知ることから始まるのです。グローバルコミュニケーション。自分自身の立ち居振る舞いや態度、他人から見た自分の価値を理解しておくことはコミュニケーションで非常に重要なことで、特にグローバルな環境下では必要なことです。このプログラムでは MAPS という物差しで文化の差を測ります。単に異文化を理解するのではなく、バックグラウンドが異なる様々な人たちとうまく意思疎通を図るための方法論をロールプレイやケーススタディを通して学んでいきます。ランゲージエクスチェンジパートナー。ウィッシュには20カ国以上の留学生が生活しており、さらにレジデンスセンターが運営する交換学生寮では300人を超える世界各地からの留学生が生活しています。この早稲田大学ならではの国際的な環境を生かし、日本人学生も外国人留学生も気軽にお金も時間もかけず毎週海外留学を体験できるコミュニティスペースを用意します。言語交流を通じ世界の文化、社会に触れる機会をぜひ活用してください。スペシャルレクチャー。 SI オリエンテーションでの講演者をはじめ、社会の最前線で活躍されている特別ゲストをお招きして、チャレンジと夢に満ちた人生の経験を寮生の皆さんに共有いただきます。自分自身で人生をデザインする力のヒントを講演者の先輩方からぜひ掴んでください。 SI プログラムにはこのほかキャリアセミナー、ファカルティービジット、 RA 寮生主催教室などさまざまなカリキュラムがあります。すごいウィッシュっていういろんなバックグラウンドを持った学生と触れ合えるのは友達以上のなんか絆が生まれてとても毎日楽しい。How I think about my floor mates is like they're almost family in a way. They help you out when you're down. They ask you questions. You ask them questions. And it's like a mutual benefit, if you will. When my roommates want to learn some English, I'll always talk with them in English.And if I want to learn some more Japanese, they'll always just speak to me in Japanese, and they're very kind. It's like a family connection, but then almost even better than that, because you know, you're all young and you're all in Tokyo, so you can all do really great things together too. Wish で新しい自分を見つけよう。 Get out of your comfort zone and find yourself at Wish. Yeah, I wasn't expecting this many different, like, people from different countries. 海外に興味あるからいろんな国の話も聞けるし、かなり日本語が上手になった。本当。Oh, that's good. I'm really glad that I made friends at Wish. Don't be afraid to step out of your comfort zone and make as many friends as possible because you won't regret it. Don't be afraid. And the thing is, you're in Tokyo.Waseda University, like one of the coolest places you'll be, and you're in Wish. So you're really safe, and enjoy your time and maximize your experience. Come to Wish! さらに、RA や寮生が独自に企画するイベントも豊富に開催されています。野球早慶戦の観戦、ベルカムパーティー、スポーツ大会、七夕、ハロウィン、クリスマスパーティーなど、ウィッシュの寮生仲間たちと共に大学生活のリアルな充実感を味わってやりましょう。